カロチャシ集の花のモチーフカロチャシ集の衣類を着て民芸品を作る作業をする女性。花のモチーフの周りにレース模様のカットワークが見える。カロチャシ集とはハンガリーのカロチャで伝統的に行われている花などの植物を主要なモチーフとする色鮮やかな刺繍である。バラやパプリカなど地元の植物を色のついた糸で刺繍するものでレース模様もよく使われる。 衣類やテーブルクロス、タペストリーなどの小物や装飾品に広く用いられる。ハンガリーの民芸の伝統の中でも、世界的に最もよく知られているものの一つである。ハンガリーは、伝統的に刺繍が盛んで、マチョウ刺繍など全土にそれぞれ地域ごとの特徴を有した刺繍が分布している。カロチャ刺繍は、バーチキシュクン県にあり、刺繍とパプリカの街として知られているカロチャとその、 周辺の村々で伝統的に行われていたものである。ハンガリー刺繍は一般的に非常に手間がかかるもので、カロチャ刺繍を施した民族衣装を手作りで一式作るには半年程度かかることもあるという。カロチャ刺繍は力強さと繊細さを合わせ持っていると言われる。植物が主要なモチーフでカラフルで大胆な花模様が特徴である。 平たく表面が、すべすべとした刺繍ではなく、模様を刺した部分が、表面から浮き上がっていて、花のふっくら感が、他のハンガリー刺しとの違いの一つと言われる。モチーフはハンガリーでよく見かける植物が多く、様々な種類や肩のバラ、チューリップ、カモミール、マーガレット、スミレ、乙女儀鏡、パプリカ、麦の穂、ぶどうなどが用いられる。 キリスト教的な生命の木の概念をヒントに、一本の木からあらゆる植物が生えるようなデザインも好んで用いられる。この他のカロチャ詩集の大きな特徴としては、カットワークによるレース模様の仕様が挙げられる。カロチャにおいては、色鮮やかな花のモチーフを用いた絵や刺繍が古くから女性によって制作されている。19世紀の中頃になるまでは、染色技術が あまり発達していなかったため、白い生地に白い糸で刺すという白一式の刺繍であった。色を使う場合は布地に穴を開けてほつれないようにかがり、そこに色がついたリボンを通すということを行っていた。その後、コライカロチャと呼ばれる1から2色の単純な刺繍が作られるようになった。この頃は赤、青、黒などが主に使用される色であった。さらに、 染色技術の発展とともに複雑化して20世紀には多色の図案である現在知られているようなカロチャシ州になった。カロチャシしの植物モチーフの多くはピンガーラーシュと呼ばれるカロチャの壁画や食器類に描かれる絵など現地の他の民芸品と共通している。ミシンを前にリシェリューの模様を作る作業をする女性。使用される糸は日本で、 一般的な刺繍紙よりも太いものが多い。よりのしっかりとした日本の八番よりやや太めくらいの糸を一本取りで使う。植物の模様はほぼサテンステッチで作る。細い茎の模様などはアウトラインステッチも使用する。通常、刺繍用の木枠は用いず、花は中心から外に向かって、葉っぱは下から上に向かって刺す。 サテンのような光沢感と少し盛り上がったような立体感が出るように刺繍を行う。花模様の配置についてはシンメトリカルにすることもあれば、あまり対象ではない配置にすることもある。模様を手で刺すほか、リシェリューと呼ばれるミシンを用いたカットワークとステッチのレース模様が特徴である。かつてはレース模様も手でかがって作っていたが、後にミシンを使うのが普通になった。 ハンガリーではこのリシェ流専門のミシンも売られている。これは生地を前に送らないように改造されたタイプのミシンであり、この工程では丸い木枠を使用する。花の模様とレース模様は別に作成するもので、一人で全てをこなすのではなく、パートナーと組んで手刺繍とミシン刺繍をそれぞれ担当することもある。花模様を作ってからミシンで仕上げる。模様を手で刺した生地から、 空白にしたい箇所をハサミで切り取った後、ミシンで縁取りをして複雑なレース模様を作る。木下模様、植物、車輪などの模様が好まれる。この工程で生地に針が出るようになる。地元で展示されているカロチャ州の衣類カロチャ地域では、ブラウスやスカート、エプロン、ボンネット、テーブルクロス、タペストリー、クッションなど、様々な日用品に刺繍をあしらう。 結婚式などでは刺繍の入った民族衣装を着用する。プリーツスカートなどに刺繍で模様を入れる習慣があり、若者は赤やピンクなど派手な色で刺繍をした衣装を着る一方、年配の既婚女性は寒色系の刺繍の衣類を着ることが多い。女性の衣装の場合は、ブラウスの上に着るベストやエプロンなどにもカロチャ刺繍を施し、組み合わせて着る。スカートやベスト、 帽子などの民族衣装は前側だけではなく、後ろ側にも刺繍を施す。既婚女性は頭にリボン飾りを着用しない。こうした既婚女性の着類類は暗めの色合いになるため、悲しみのカロチャと呼ばれることがある。この種のカロチャは品がよく落ち着いた配色であると言われている。カロチャ刺繍の担い手は庶民の女性が中心であったが、かつては作品から 作り手である女性の身分などが判別できたという。20世紀の後半頃までは、カロチャ地域の若い女性は、多くが刺繍の技術を身につけていた。花嫁自宅として、家具や衣類に刺繍をし、作った作品を、チューリップの箱と呼ばれる長持ちに入れて根下に持っていく、習慣があった。かつては、このような刺繍の作品は、清潔の間を示す。 ティスタソバという一室を装飾するのに用いられた。民芸品としては19世紀の中頃になってからよく知られるようになった。それまでは農閑期に趣味と実益を兼ねた作業として刺繍が行われていたが、19世紀末には商品として作られるようになっていった。ブダペストのイベントでカロチャの人々が刺繍の民族衣装を着てダンスを踊る機会などがあり、 そうしたことをきっかけに注目されるようになったという観光用の土産物屋などでも人気商品としてよく売られている伝統的なカロチャシ集では様々な植物が密にひしめき合うようなデザインが好まれるが土産向けのものなどにはあっさりと一つだけ模様をあしらうようなものもある青色系の刺繍が海外の観光客に人気があるという21世紀には ハンガリーを代表する刺繍の一つであり、ハンガリー民芸の象徴と言われるようになった。レトロブームの一環として、カフェなどの店員がカロチャッシしゅの衣類を着用するようになる一方、刺繍ができる人口は減っている。ハンガリーのファッションデザイナーの間でカロチャッシしゅのモチーフを取り入れた衣服を作る動きもある。2017年にドバイのブランドであるオールシングス持ちが、 ハンガリーコレクションを発表した際にはカロチャ刺しのモチーフが使用された。カロチャの刺繍やレースは比較的日本でもよく知られていると言われている。このためカロチャ刺しの絵柄が日本においてもハンガリーらしさを示すものとして使われることがある。2014年にキリンビバレッジが世界のキッチンからシリーズの一環としてハンガリーの食文化をもとに開発した。 トロトロ桃のフルーニをリニューアル発売した際にはパッケージにカロチャッシュの模様が使用された。2019年には日本とハンガリーの外交関係成立より150年が経過したのを記念する切手が日本で発行されたが、その中にはハンガリー文化を代表する衣装の一つとしてカロチャッシュの模様の切手が含まれていた。 カロチャッシュをあしらった教会の旗カロチャの暮らしに関する展示を行っているビスキ・カーリー博物館や現地の古民家であるタイハーズでカロチャッシュの保存や展示を行っている。カロチャの大聖堂をはじめとする教会の祭壇などにもカロチャッシュが飾られている。詩集をはじめとするカロチャの民芸は2010年にハンガリーの無形文解散リストに登録された。 パプリカ祭りをはじめとして、刺繍をあしらった民族衣装を着用して出席する祭りも開催されている。ユネスコの無形文化遺産であるハンガリーのターンツハーズでは、カロッチャ地域の人々は民族衣装として刺繍の衣服を身につけて踊る。ありがとうございます。